侮辱罪で逮捕してみろよ。そんだったらこれ独身のまま孤独死しちゃうのか、これ留置場で死ぬんだって、これ同じことだぞ。これじゃ何が侮辱罪だよ、本当にふざけんじゃねえよ本当によ。茨城は DV 県内1位だぞこれ。俺は茨城県の中でも一番弱い部類だぞこれ。何やってんの、人の訴えを聞けよ本当に。何やってんだよこれ。結婚願望なしっつうのは変態なんだよこれ。生物的に有性生殖なんだよ人間は。よオスとメスがいるんだよ、男と女がいるんだよ。そうしないと減っちゃうんだよこれ人類が。なんだこれ、人類が減ったらまあ動物や地球はね喜ぶでしょうけどね、植物はね。なんだこれ、なんだこれ。茨城新聞さん俺金払ってますからごめんなさい。あのそんでこの、うん、女性候補はいいよ別に。いい奥さんになるのが一番いい女性の才能だよ。政治家なんかなんなくていいよ。あの一部の人で野田聖子さんあたりがなってればいいよ、うん、あの人は一生懸命やってるからね。でこれ小泉進次郎じゃないよ、小泉隆監督77歳喜寿ですよ。この人見てみてください、茨城の生んだ名監督でしょこれね。えあんなあの金子さん弾は一発残ってんじゃけんよーの、深作欣二じゃないんですよ。今夜だけでもシンデレラボーイの姉ちゃんをこましてんじゃねえよ深作欣二この野郎。侮辱罪で訴えろ深作欣二この野郎。深作欣二と同じ水戸一子、茨城で一番あの当時頭が、今は分かんないですけどね、よかったんじゃないですかこれ。で早稲田大学っていうね。でこの小泉隆監督が深作欣二と違うところは、そっからねこの見てみよう、黒沢明監督に指示したんですよこれ。深作欣二監督に指示しませんでしたよ。弾一発残ってんじゃなくて、私はね高倉健じゃなくて菅原文太さんがねこう死ぬ前ですよ、寸前の時にこう車の上でね、原発反対だぜこの野郎、小泉、細川軍にね、こう行きましたよ私も。こうその通りだってあの小泉純一郎さんと細川さんと握手しましたよ。小泉さんとは2回もしましたよ。あなたは間違ってない、あなたは間違ってない。なんでこの小泉純一郎さんのこの弟分たちはみんなバカなんですか。侮辱罪で捕まえてみろ、あれよ他のことじゃない、これで捕まえてみろ、この発言で捕まえてみろ。あの小釈な方法でね、あの違うことでこう捕まえますからね、国中のね、俺国を愛してるから愛国者ですよ私は。これでも英語喋れませんよこれでも、日本語喋ってますよこれ。ルー大柴じゃないんだ俺は。っていうことでこれ見てくださいこれ、ドゥ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 チャチャン、ドゥ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 チャチャン、ドゥ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 、曇りガラスの向こうは風の街、一つがたりの心は切ないね、一つもなく。これね雨上がるですよね、黒沢明。ちょっとねこれこれ一度なんですけどね、禁止なんでね、ちょっと複雑なんですよ私、ランシート禁止で。金蘭ドスの花、女性候補も何もない、火星ってあるでしょ、家の星、火星学部、これがね頑張ってほしいですね。すごくねバブルの時代でジュニアナ東京でパンツ見せながら男がこうやって下向きながらで、ノーパンしゃぶしゃぶとノーパン喫茶で会合とかね打ち合わせしてた時代でですよ、政治家からサラリーマンたちがね、自営業の人たちがね、そういう人たちの時代には家政学部がすごくこうみんな入ってたんですけど、それからこうまあ少子化ですからね、人自体が少なくなっちゃってるんですけど、家政が大事なんですよ、家の政治が大事なんですよこれ。家の国の政治の前に家の政治でしょうって、そう言ったのが
あれですよ、誰だっけな、大隈信行先生とかね、うん、経済学者のね、死んじゃってますけど。でこれすごいでしょ、これね、阿弥陀堂だよりとかね、これも寺尾明か。で、あ、ここでこんでいいんだ、これこれでね、これサングラスもありますからね。で、明日への遺言か、これはあれでしょ、なんだっけ、当たり前だのクラッカーでしょこれ。で、なんだっけこれ、タイの木じゃなくて、なんだっけ、日暮らしの木じゃなくて、なんとかのね、これ岡田でしたっけ、うん、なんか岡田 V6 ね、うん、今年のね、解散しちゃったばっかりだ。あと博士の愛した数式とかね、あ、これも寺尾明、よく寺尾明さんね、この小泉隆一家なんでしょうね、だからね、うん、あと今回はね、なんだ、峠っていうね、新潮文庫、司馬太郎もね、なんかこうどっちかっていうとアホだった人だったっていうのが分かるんですけど、司馬太郎のあれだとか、松たか子ね、涼子ちゃんで出てましたよね、キムタクドラマでね、うん、あれでこう反町隆史じゃない方、なんだっけ、なんだっけ、あのビーチボーイズでね、もう一人の方ね、ね、うん、竹野内豊か、うん、出てましたね、松たか子。あと田中泯さんね、田中泯さんがね NHK でやったんですよ、老教授と女子大生の結婚まで行く愛ね。だそういうの頑張りましょうよ、年取ったって大丈夫なんですよ、うん、真面目に行きましょうよ、一人の男性と一人の女性が若いうちから結婚して子供を産む、それも一つある。あと年取ったって子供は生まれる、一人の男性と一人の女性がこう結婚する、年の差はこういいじゃないですか。だからね、侮辱罪なんていう自分がね不倫して、それを侮辱されたくないからなんて作ってる法律バカな、議員たちにを侮辱してやりましょうよ。で逮捕されたら一生それを恨みに持って化けて出てやりましょうよ。はあ。